こんにちは、ゼロマルです。2月に入りですね、だいぶ気温があったかくなってきましたね。私関東に住んでいるんですけども、だいぶねもう暖かくなってて、10度から17度ぐらいね、最高気温はもう安定して毎日、上がるようになってきました。でね、まあこのいうねお日様の下なんかにいるともう20度近くねあるんじゃないかって感じる時もねあります。でですね、今回はこういう風に、私のガレージですねを利用しまして、飼っている爬虫類たちにね日向ぼっこをしてもらおうかなと思い、外に出しました。実はですね、私生き物を外に出したことがなくてですね、これがね今回この子たち初めてお外に行く経験になります。まああったかくなってきたって言ってもね、風が吹いたりするとだいぶね、寒いので、まあ、時間的には10分ぐらいだったんですけども、すごくね気持ちよさそうにね日向ぼっこしてました。僕のパーカーのね紐が片方だけ長いのは気にしないでください。乾燥機にかけるとねああいう風に長くなるよね。あれ片方だけ、あれ何なんだろうね。はい、そんなことはどうでもいいんですけども、こちらのねフトアゴヒゲトカゲちゃん、もう飼い始めて半年近く経つんですけどもね、初めてのお外ですね。すごいキョロキョロして、興味津々に、いろんなものをね見てますね。なんかないかなーってねこういう風に急に動くと焦りますけど、ケージの中ガレージの中はね、向こうは行き止まりになってますから、向こうに行く分には全然大丈夫です。なのでこっち側のね入り口の方に人が立ってれば、とりあえず外に逃げていくことはないかなと思って、様子を見てました。でまあ、GoPro もねこういう風に使いながら撮影したんですけど、日差しをねこう背に取るとね、なんかすごい反射がすごくてね、こういう風に生態を影にしないとね映らないんですよね。なんか綺麗にね、よくわかんないんですけど、あったかいんですけど、このガレージのね下のアスファルトの部分がねだいぶ冷たいんですよね。なんでケズメリクガミちゃんの方はレプタイルボックスの蓋の上にね、いてもらって、まあ、そんなにお腹を壊さないようにしてもらいました。まあ、これだけねまだまだベビーなんで、ちょっとねもう20〜30分このままね外に置いとくとね、さすがにね冷たくて紫外線を浴びるメリットより気温が低くて体調を崩してしまうデメリットの方が多いんでね、まあ今回はね試しにちょっと出してみたという感じですね。フトアゴちゃんの方はもうすごく楽しそうに動き回ってましたね。でね、これ一つ反省点なんですけども、こういう風に外に出すときはね、こういう葉っぱとかね枯れ葉とかはね掃除しといた方がいいです。こうやってね行くんですよ。食べちゃうんだよねダメですね、それも食べちゃダメダメよ。ね、皆さんも、まあ、お散歩なんかねさせるときは、まあ、フトアゴちゃんが変なものね食べないように周りの環境にぜひ気をつけてください。最後のねケズメリクガメ食べようとしたのもただこいつがバカなだけなんでね、それは皆さんのね飼ってらっしゃるフトアゴヒゲトカゲはねそんなことしないと思うんですけども、葉っぱなんかはねやっぱり食べ物と間違ったり、あと虫とかねそこら辺にいる虫はね寄生虫が中に入ってたり汚いんでね何か口に入れないようにね常に様子を見ながら、やってあげるといいと思います。はい、今回の動画はねこちらのフトアゴヒゲトカゲとケズメリクガミちゃんを、初めての日向ぼっこに連れて行ったという動画でございました。もう少しね、暖かくなってきたらもっとね、公園なんかにも連れて行きたいなと思っています。ぜひそちらの動画もチェックしてみてください。では、今回はこの辺で失礼いたします。バイバーイ。バイバイ。